おめでとうございます。おめでとうございます。トロフィーは杉田選考委員長より贈られます。いや、おめでとうございます。もうちょっと真田丸前のことになってしまいましたけども、はい、もうそれにもなくなりましたからね、早め。そうなんですよね、本当にもう素晴らしい役をいただいて素晴らしかったですけれども、どちらかというと草刈さんって役をこうパッと掴む方ですか、それともじっくり考える方ですか。そうですね、どっちかというとこう緻密に計算してやる方じゃなくて、ざっくりこう掴むっていう方なもんですからね。そういう今回はそのざっくりがすごく成功してたんじゃないでしょうか。そうですかね、ありがとうございます本当におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。トロフィーは杉田選考委員長より贈られます。ありがとうございます。やっぱ酒井さんはもうこのドラマアワードでは常連です。あの今の肩の話肩の芝居ってのはね、足から来るんですよ。足から多分私が思ったのは、その話ちょっと詳しくない。いやでもね、まあ、酒井さんいろいろな役をおやりになってきて、はい、なんかこの真田幸村でなんか別な酒井さんを見たいな気がしたんですけど、そんなことはないですか。自分でこう塩あしょで作ったんじゃなくて、その時のこうどちらかというとシーンの主役は別な方だったり、父だったり主君だったり兄だったりするものですから、主演を今回いただいたんですけど、こう助演のこう積み重ねを1年間積み重ねて、いただいたような賞だと思っておりますので、共演者の方のおかげだと思ってます。でもしかし今までね、とにかくにっこり笑って嫌なことを言うとか、にっこり笑ってすごいことを言うとかっていう、それが多かったんです。今回全く違いましたね。あんまり自分では本当にこうしようとなかったので、自分の意思はほとんどこの役には入ってなかったような、脚本家の三谷さんも含めて、なんかいろんなこう流れにこう乗せられたような、そんな役作りだったような気がします。多分ね、酒井さんの場合はね、口の端ですよ。口の端、うん、口の端がね、そう、今まではね、口の端がこうピッピッと上がってたんですけど、この作品は口の端がきっと下がってました。ありがとうございます。口の端で言ったら、石坂さんの金田一が、はい、口がちょっと開いてますそうですので、あんなことはどうでもいいんですけど、いや、本当におめでとうございました。おめでとうございました。おめでとうございます。